the freedom of expression。 ディラメの香りです。 The freedom of expression、 今週も始まりました。 ジョーさんに、タタさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやですね、はい、まあ、前回から気づいてる人もいるかもしれないですけど、マイクがね確かに変わってんすよ。良くなりましたよね。すっげえ感度がいいんですよ。いいっすよね。これほらほら、もう今までしかもここになんかゴラッと置いてある感じですけど、ようやくマイクスタンドという、やっとやっと我々もそうなんですよ、ね、でもなんですか。あの、俺セッティングした時からいたんですよ。はいはいはい。あのね、前のあのこんな好きアナログのやつあったじゃないですか。なんか NHK の能事館みたいな。そうあれがね、はい、壊れたらしいですよ。なるほど。セッティングしてる時に。なるほど。あれが壊れた。そう。で、俺気づいたなんか普通のあのこう手持ちのマイクみたいなあるじゃないですか。はいはいはい、あれがまた あそこに刺さってたんですよ。置いてあったんですよ。ここにゴロンって置いてあったんですよ。またゴロンケースか。で、あれまたこう。あれを使いたいからあの側があっただけで、なるほど。こう普通のハンドマイクだったら普通のマイクスタンドを使ったらどうなのってことですよね。そしたらそのスタンドは あるんですけど、はいはい、そのこう受けるやつがないっつってここのカパーの部分何やってんだみたいな。なかなかね。でなんかないのって、はいはいはい、探してもらったらなんかこうあったんで借りてもらったんですよ。ああ、そういうことですか。じゃあまた次の収録の時はこれ変わってる可能性が。わかんないですけど、借りといたらいいですよね、これね。まあそうですね。これ調子いいですよね。調子いいです。だいぶ調子いいです。どうですかね、皆さん、視聴者の皆さんも聞こえやすくなってるんですかね。あのね、前回と思うんですけど、その辺でね、ガサガサね、やってるおじさんがいるんですよ。その音めちゃくちゃ拾ってました、ね。やってるおじさん。あのね、意味わかんない。靴下履いてるんですよ。いや、オッケーだ。オッケーだ言われて。オッケー。何がオッケーか分かんないですよ。今靴下履いてたおじさんもオッケーってしましたけど、何が思ってオッケーなのか。どこに対してオッケーなんですか今の。すごい不思議ですけど。いやいや。さすが表現の自由でございます。自由っすね。靴下履くのも自由じゃないかって。そういうことだと思います。細かな表現ですかね。あれ高橋さんなんか。あ、そうなんですよ。お二人に。相談したいことがあるんですよ。ねえ、なんか言ってましたよね。ちょっと乗ってもらっていいですか。もちろん、マナーの問題なんですよ。マナー、あのジム行くんですよ。おで、マスクとかすごい厳しくって、僕もマスクして、はい、まあ、ジムで運動するんですけど、終わった後に風呂入るじゃないですか。はいはい。で当然マスク取るんですよ、うん、で風呂上がった後に、うん、体拭いて、うん、マスクを先にするべきなのか、それともパンツを先に履くべきなのか、なあ、どっちを優先したらいいのか。そんなこと悩んでんの。めっちゃ悩みます。だって今までだったらパンツじゃないですか。マスク、そりゃそうですよ。マスクないですから、まあ、男の身だしなみとしてはパンツなんですけど、うんうんうん、いやこれ先にマスクした方がよりエチケット、ね、まあ、エチケットがね、どっちが、そう、見た目は悪いけど、いや見た目は間抜けっすよ。だってずっとでマスクしてたら、まあまあそこだけ切り取ったらかなりの変質者みたいな状況っすからね。だから俺もう毎回迷って先にパンツを履く日があったりとか、先にマスクをする日いろいろ試してる。そうそうそう、どっちがしっくりくるか、まあ、まあ、そんなね、ほんの短い時間っすけど、万が一を考えて先にマスクした方がいいのかなとか、これどっちだと思います。カオルさんだってどうします。今日答え出したいですよ。まあ俺やったらパンツ開きますけど。あー、でもまあね、エチケットの順位で言えばもしマスクかもしれないですね、今で言うとね。そうなんですよ、結構悩みますよマジで。いやこれ赤道さん、絶対これはマスクですよ。出たマスク派が出た。 100% マスク。その根拠は、虫が来ようが何が来ようが絶対先にマスクですよ。やっぱそうなんですか。なぜですか、なぜですか。そうです。なぜマスクなんですか。みんなが楽しくなる。みんなが楽しくなる。あ、そんな絵面が、それを見たらみんな楽しいじゃない。楽しい気持ち悪いし、みんなプランプランさせて。そういや、神は絶対あのマスクですね。あ、神はマスク。じゃあ神もしかしたら体が結構こう自信あるのかもしれない。あ、かもしれない。あ、なるほど。見せたい系だ。うん。なるほど。いやいや、そんなことない。全く。
悩み続きそうっすね、これは。これね、また報告します。よろしくお願いします。定期的な報告。これじゃあ今日の助さんお願いします。これですね、豊島園が閉園ということでまだ受け止めきれないと。36年整備してきた職人の思いはですね、エルトラドはまだまだ動けるというコメントも出ておりますが、絶対に止めてはいけない責任感、乗り物にも個性があった。よく故障するジャジャ馬のようなアイテムも多く、時には深夜まで整備をしていたこともある。メンテナンスや維持費用との兼ね合いで撤去されていく乗り物を見送るときは自分の身の一部がなくなるような思いでした。それでも列に並び乗り物に笑顔で乗っているお客さんを見ると、やりがいとともに絶対に止めてはいけないと感じてきました。豊島園のシンボルでもあるカルーセルエルトラドは、中でも特別な存在だそうです。先進的な機械が搭載されているわけではなく、いくつものギアやモーターが複雑に組み合わさった3種類のスピードで回転する50年近く同園で回り続け、ファンが多い2020年にはですね、日本機械学会の機械遺産にも認定されました。世界最古級の古いところですね、メリーゴーランドとして大きな注目を集めております。それだけにプレッシャーはいつも肩にのしかかっていたということでございます。休日家族とエルドラドに乗ったことがあるが、機械の調子が気になり素直に楽しめなかったということも、その整備の方は語っております。9月以降、まあ、8月の31日でね、豊島に閉園したんですけども、9月以降解体され倉庫に眠ることになるエルドラド、いつの日か遊園地で再開し、今度こそは優雅な時間を楽しむことが夢だということでございます。ということですが、豊島園行ったことありますか？あんま記憶にないんですけど。ないですか？撮影でもしかしたら昔行ったことがあるのかなぐらいです。あ、それ雑誌の撮影とかあって、そうそう、雑誌なのかもちょっともうそれすらも分かんないですけど。まあ、じゃあ全然遊園地としての豊島園を楽しんだ記憶はない。まあそもそも遊園地はあんまり楽しいと思ったことがあんまないですけど。そうですか。はい、僕ら世代は子供の頃もそうですし、デートも定番ですよ、遊園地、ね、もう遊園地のジェットコースターで手をつなぐ、お化け屋敷でキスをする、お化け屋敷で、そりゃそうですよ。へ、なんてもう今みたいにそんな LINE でなんとかとか言えないですし、そんなだって高校生とかでなんかきっかけがなきゃ好きだとかチューとかできないじゃないですか。もうその暗闇の中でチュッとしてみるとか、ジェットコースターの時にさりげなくキャーって言った時に大丈夫って手を触ってみるとか、このメリーゴーランドといえば恋愛の仕上げみたいなところですよ。なるほどね。それがなくなってしまうということ。メリーゴーランドは2人で乗るんですか？2人で乗るんですよ。これ前と後ろになって2ケツですか？二血状態ですよ。そこでギュッと手ちょっと前ですかね。これここでどれだけのカップルが生まれたかったか、まあでも、ね、まあまあ昭和はそう、昭和はそうですよ、昭和はそうです、確かにね、うん、そうですよ。その恋愛を育んできたこのエルドラドがなくなってしまうという、これはもう恋愛にとって大損失ですね。僕かっこいい、まあ、恋愛にとって大損失、大損失ですよ。名前がすごいですね。そっちですか、名前すごい、カルーセルエルドラドってすごくないですか？すごいですね。確かにカルーセルと来ると僕らマッチですけど、まあ、そうですよね、うん、なんか神が出てきたもんですよね。何ですか？海外出てきたものですね。それをなんかこっちに、ね、送られてきて、こっちでまた作った形にしたもんなんですよね。そうそうそう、確かに、ね、しかもでもあれでしょ、デザインとかってもうなんか明治とか見たんですけどね、すごいですよ、ね、もうアンティークの塊ですよ。でしょ、うん、こういうのどう思いますか、アールさんね。取っといて今の子供たちとかにも見せときたくないですか？見せときたくないですかって言われたらちょっと分かんないですけど。そもそも興味がないから。でもその物はやっぱねすごいんで、はい、まあ、置いとけるなら置いといてほしいですよね。でどっかに、まあ、動かさないちょっと分かんないですけど、展示する機械がねあるとか、物はやっぱすごいなと思いました。確かに、うん、逆に言うと関西地区ってどうなんですか、遊園地事情って。確かに、まあ、だいぶなくなりましたね。やっぱなくなってます、うん、東京もね、やっぱこれ豊島園がなくなると結構ショックですよ。豊島園ってだから プールがあるんですよね。そう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 、だからまあ昔で言うと宝塚ファミリーランドとか、まあ
阪神バグとか、まあ、ちょっと俺大阪じゃないんで、うん、大阪なんかまあ分かんないんですけど、うん、そんなもんな2つもないですもんね。あ、ないですか、うん、え、ガキの頃は行った。いや、ほんと数えるぐらいしか、なんか親がと一緒に行ってるぐらいしかないです。あ、じゃあもう自分の意思で行ったことはないんですか。ほとんどないと思います。カオルさん、何が好きだったんですか、遊園地行かないって。そういう子供じゃなかったとしたら自分の好きなの。いくつぐらいの時ですか。昭和、小学生の時は遊園地行きたかったっすよ、僕なんか。いや、野球場行きたかったっす。あ、そうなんだ。とか、まあ、サッカーも好きだし、うん、だからどっちかというと公園とかでずっと野球とかサッカー毎日遅くなるまでやってた。なるほどね。これ練馬区にあるのになんで豊島園なの。なるほど、神。これはだから悩みに来ましたね。遊園地はそういうの多いですね。千葉にあるのに東京ディズニーランド問題もありますし、うん、練馬にあるので豊島園、まあ、これはでも聞かれたからすぐ答えられるわけで、東スポさんなんか情報握ってないんですか。なんでその無茶ぶりする記者でしょ、記者。割とね、うん、割と神は名前物って気になるんですよ。へぇ、でも絶対由来ありそうですね。確かに練馬にあるのに豊島園って考えてみたら、うん、おかしいですよ。まあ、おかしいでしょ。おかしい、確かに。あ、今見ると、ね、その豊島園は練馬城が、豊島市が所有した練馬城の園、その庭だったっていうのがネットで見たらありました。だったらますます練馬園じゃないとっていう感じがしますけど。まあそうですよ ね、練馬城の跡地だね。豊島市が、豊島市が所有してたんで豊島園。ああ。エランブレイ名前決めるときに他に候補とかなかった？ありましたよ。お、あまりあの公表してないんで言えないですけど。お、それは。へえ。いくつかあった？いくつかありましたよ。あの、ね、ファミレスでね、テーブルにあの紙置いてんじゃないですか。はいはいはい、はい。ちょっと白いやつね、うん。はい。あれを裏返りで、あ、そこにいっぱいなんか書いて。へえ。ファミレスみたいにどれがいいかなーって。何個、最後何候補ぐらい？最後2つ。ああ。で、そっちとそれでメンバーで。どっちがいい？多数決で、多数決してディランウェイ。へえ。え、カレさんどっちに？ディランウェイ。ああ。もう俺激推ししてたの。なんでディランウェイ？はい。もうちょっと半分洗脳してんじゃないかって。見て、ほら雑誌にディランウェイって書いたらめっちゃかっこよくない？でももう今となったらディランウェイ以外は想像できないですね。ますね。まあそれそうですね。もう一個の名前だったらまた違う運命を歩んでたかも。わかんないですね、それはね。それはちょっと気になるなぁ。まあ、そんな感じで。また一つミスティ早く締めろ、早く締めろってすごいことから編集が大変だ、編集が大変だということで、じゃあまあ、はい、今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。